アブラソコムツは、スズキモクサバアモク、クロタチカマスカのアブラソコムツ属レピダサイビームに属する魚。各国の温熱帯の深海域に生息する。静岡県ではサ到トウと呼ばれる。大東諸島では、同海族のバーラムツと、区別せずに、インガンダルマ、またはダルマという別名で呼ばれる。体長100センチメートルを超える大型魚で、大きいものは150センチメートル近くにもなる。体は、 黒茶色で、目が白くて大きい。葉は鋭く、ムツのように、いかつい顔立ちをしているが、食用魚のムツとは、同じ鈴木目で、深海魚である以外には関係は遠い。引きが強いので、スポーツフィッシングの対象にされることもある。深度150から1000メートル付近の深海に生息。マグロ、特に大トロに似て、ビミとされるが、有害である。日本では、 バラムツと共に販売禁止に指定され、判例もこれを支持しているため、市場には流通していない。しかし、蒸気の通り釣りの対象で、釣り絵や根核で入手可能なことから一部で食用にされている。有害性は、油脂成分がワックスエステルであることに由来する。これは、深海魚に多い形質で、人は消化できず暇し湯などと、同じく下げ作用を発揮する。 そのため大量に摂取すると、腹痛や下痢を起こすリスクがあり、さらには便宜を伴うことなく油脂が、肛門からそのまま一気に漏れ出す。あるいは、皮脂臓症を起こしたり、下痢が重症だと脱水症状や渾水に至る恐れもある。販売流通の禁止されていない海外のサイトによると、ネバー e ンポーシャンズラージャー r ンシックスウンセスと、エスカラーの 録音水上の切り身は摂取しないことを強く勧めている。2013年2月、アメリカの月刊誌アトランティックは、アメリカ国内で販売されているマグロの59%が偽装とする記事を掲載した。これによると寿司店は74%と最も多く、また、ホワイトツナと表示されているものの84%が油底物であるとして、油蹴りに注意するよう促している。 台湾では、油メと称し、魚卵をカラスミと同様に加工した、油メコと呼ばれる食品が、平東県、東港町で考案され、黒マグロ、桜エビと合わせて、東港美穂と称する、名産品として販売されている。AB 商用魚介名ハンドブック、P50、自然毒のリスクプロファイル、魚類、異常脂質。厚生労働省。 2012年7月17日閲覧、最一小結平成10年7月10日、慶州52巻午後297ページ、ユーズコーションウェイイティングエスカラー。2019年10月27日閲覧、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオーチ、v イコール S7 まとぎ2リットル9ワイ59%オブザ、ツナ。 アメリカンズイートイスノットツナザーアトランティックハットアブラメコ東港区魚介2012年5月13日閲覧東港サンタカラ東港区魚介2012年5月13日閲覧ありがとうございます